5. Nat 5. The Nutty Radio Show. Onitama. いやー、もうすぐクリスマスだなー。まあ、別に何も予定ないっちゃないんだけど、でもなんかね、気分だけでもクリスマスに浸りたいからね。こんな時はちょっと照明を落として、なんかお香とか焚いちゃったりして。で、ラジオでさ、なんかこう、しっとりした雰囲気に包まれるような、そんな気分を味わいたいなー。さ、ラジオのスイッチをポチッ。DJ ケミのケミにパン。どうもどうも。最初だけじゃんか。みんなこんばんは。あ、やっぱしうっざいこいつ。今夜も君の耳を独り占め。ブルルルルルルDJ キミです。なんでひときわテンション高いの。いやいやいや、 DJ キミね、ちょっと疲れちゃってるんだね。疲れた、どうしたんだろう。昨日ね、全然タクシーが捕まらなくて。タクシーが捕まんない。家になかなか帰れなかったからしょうがないからね、財布から1万円札出してヒラヒラさせたんだよ。でも全然タクシー止まってくれないんだね。うわ、嫌な感じ。1万円クラ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 さったんだけどね、全然捕まらないからさ、乗せてもらえないから、ふっと後ろ見たら同じことをしてる人が約90人ぐらいいたね。本当にずっと六本木通りを渋谷に向かって歩いてたよ。でも全然捕まらないから、最終的には渋谷まで歩いちゃった。これいつの話なの。この2015年にその状態はまずありえないよね。この人何、思い出話をしてんのかな、何なのかな。昨日の夜の話だよ。昨日の夜絶対ありえないわ。タクシーいっぱいいたもん、空車。だからね、 DJ キミもうももパンパンさ。この人何なんだろう。あの、昨日と20年前の記憶が混濁してんのかな。だからパテックスを貼っているよ。どうでもいいな、この話。さあ、パテックスに関しては早速最初のコーナー行ってみよ う, ういい、聞いてよ君。このコーナーは聞いてよ君で始まるメッセージをご紹介します。そして最後にメッセージを送ってくれた君に DJ 君が最高のポップス POPS 最高のポップスを捧げます。かっこ悪い。イラッとくる、イラッとくる、この DJ。 それではまず1枚目のメッセージ。ラジオネーム、あっけに取られる。なんかキャラも違ってるな、なんだこれ。聞いてよ君。スターウォーズが公開になりましたが、あまり興味もなかったので最初の方を見ていません。話題になっているのでレンタルビデオを借りてから新しいのを見に行こうと思います。最近私の住む駅前のお店でもビデオが借りられるようになり便利になりました。君はスターウォーズ見ましたか。スターウォーズね、まだ見てないんだな。あ、見てないんだ。まあまあ、まだ公開されたばっかりだもんな。そうなんだな。スターウォーズって一体何なの。まだ見てないって、知らないってことはないよね、あれだけの世界的な有名な作品を。いや、なんかやっぱり DJ キミ好きなのはサスペリアとかさ。昔懐かしいホラー映画だな、サスペリア。オーメンとかだから。オーメンね、もう 3,40 年昔のホラー映画だね。そっちの方見ちゃうかな。いやいや、今やってないよ。まあまあ、ビデオはね借りれるかもしれないけど、スターウォーズ知らないって言ってた。何この人。続いてはおはがきでいただきました。ラジオネーム、トメさん。キミは黄色が好きかと思って黄色い切手にしたよっていうことで、ありがとう、センキュー。これラジオ的にはどうでもいいな、黄色の切手とか見えないしさ、ラジオだとさ。聞いてよキミ、この頃女子はネイルのおしゃれをする人増えましたよね。私もやってみようと思って爪を伸ばし始めたんです。昨日の夜ふと用事を思い出して友達に電話をしようとしたら、母が長電話していたので仕方なく角のタバコ屋さんの赤電話に行ったんです。寒くて冷たい指でなんとか10円玉を数枚投入、メモった番号を見ながらダイヤルを回したら、なんといい感じに伸びてきていた爪が折れちゃったんです。号泣。0とか9ってダイヤルするのぐるんぐるんしなきゃならないでしょ。ああ、ボールペンで回せばよかったと後悔しても、アフターカーニバル。
後の祭りですよ。後の祭り、昔行ったことがあるかもしれないアスターカーニバル。せっかく伸ばした爪がショック気持ち悪い、気分別の意味で気持ち悪い感じになってる。君は最近やってしまったアフターカーニバルありますかあー君ね、似たようなことをやっちゃったよ。でも爪が折れたわけじゃないけどね。まあ爪伸ばしてたら気持ち悪いよね、男なんだからね。一昨日ね、 DJ 君実家に帰ってね、母親と話してたんだ。そしたらね、ふっと気づいたら DJ 君ガールフレンドに電話しなきゃいけない時間になってたんだよ。だからね、慌ててね、なんか喉が渇いたとか言って、なんか適当に理由をつけて外に出てさ、彼女に電話したんだ。家のね、マンションの下にある公衆電話そっから彼女に電話したんだよ。3回コールが鳴ったかな、プルルプルルプルル、ガチャって出たのがびっくりしたことに母親だったんだDJ 君間違えて実家にかけちゃったあんたどこにかけてるのって言われたよ。もうその時にはアフターカーニバルうわ今の最後のやつ気持ち悪いけど、エピソードとしては昭和のあるあるトークでちょっとおもろいな。続いてラジオネーム水出しコーヒー。聞いてよ君、周りの人が LINE とか Twitter で恋人がいることをすごい自慢してくるから、そろそろ全員の顔にラグビーボールを投げつけたくなるぐらいイライラするんですよ。どうしたらいいかな。何言ってんのあれ、やっぱし LINE とか Twitter 知らない感じだな。これ言ってる意味はちょっとよくわからないこの人知らない場合に読むだけ読んで意味わかんないっつってそのまんま投げちゃうの何なんだろうな。知らないんだったら読まないか、知らないなりに何かこう会話を膨らますとかしないのかな、このラジオ DJ。 ラジオネームツー太郎。聞いてよ君、最近ブルーレイデッキの調子が悪いみたい。何これ、極端にテンション下がるのおかしいよこいつ。全然意味が分かんないブルーレイ知らないのもおかしいけど、それで終わんのおかしい。どこのおかしい甘いの何と調子が悪いってどういうこと続いておはがきでいただきました、ラジオネーム裸のザラメからいただきました。聞いてよ君、今年は郵便番号が7桁になって初めての冬だね。私も年賀状そろそろ書き始めているんだけど、やっぱり7桁だと不思議な感じがするんだよね。郵便番号といえば5桁っていうのが頭に染みついちゃってるんだよね。キミーは女子からどれぐらい年賀状をもらうんですか。そうだね、まだ慣れてない7桁。ああ、7桁は知ってんだな。そうだねあのたくさん来すぎるんで、いつもあの DJ キミー返事書けないんだよね。あ、すげえ、なんかちょっと自慢入った。だからね、あのね、町で一番背の高いマンションがあるんだけど、そこに一斉に彼女たちを呼び出すことにしたんだ。なんだその話で一斉にね呼び出して、その時にね、そうだね、雪が降ってると一番いいね。ははん、この手探りな感じ、また無理やり曲紹介につなげるやつだな、これ。リジュ君ね、モテすぎだから、あのたくさん女の子にもう出さないんだよ。だから一箇所に集めて雪にね書くことにしたんだ自分の思いをね。雪に書く、雪にね一箇所に集めて、ラブレターを書くことにしたんだよいやー、ももこちゃんからのメリークリスマスもらっちゃうと、君ウサギの耳になっちゃうよ懐かしい、これ菊池桃子の昔のなんか有名なフレーズびっくりした、今こんなこと言う人いる。本当はねラムーをかけようと思ったんだけど今日は菊池桃子が組んでたユニットね、時期的にこっちがいいなと思ってかけてみました。素敵な POPS どうだったかなポップスのこと、もうもはやポップスって言わないから何言ってるか分かんないよこれ。 DJ キミーが君に送ったポップス、菊池桃子で雪に書いたラブレターでしたかっこ悪い、本当にダサい、もうおかんしかしない。さあ聞いてよキミーでは DJ キミーに聞いてほしい君のメッセージ募集しています。内容は何でも OK メールとおはがきで募集しています。メールはパソコン、スマホ、携帯ともにナックファイブのホームページにアクセス、ナウンエアかタイムテーブルにある君にポップス選んでください。
おい、来ました、来ま正気なのかな、この人は。郵便番号 330-8579-NAC5 鬼玉、聞いてよ、君の係まで。これマジ、これ本当に NAC5 で放送してんの？特にマジ大丈夫なの、NAC5 これマジ年賀状待ってますさあ、はがき好きだからね、この人ね。この後は君にポップスの名物コーナー、君カウントダウン。いや、やんないよ。君が選んだ今週の聞いたことないって、カウントダウン。ヘッチョー。いや、ヒットチャート聞いたことないし。君が選んだポップスは果たして NAC5 The Nutty Radio Show。 鬼玉。いやー、今日は寒いわね。こんな時はなんかホットな音楽でも聞いてね、ちょっと心だけでもポカポカしたいわな。そういう時はやっぱラジオです。スイッチをポチDJ キミーの君君の耳を独り占め DJ キミーだ。タイトルコールでなんかマイクに唾がべっとりいった感じがイメージされちゃうわ。いやでもね、 DJ キミーね、あまり調子よくないんだよね。昨日カクテルを飲みすぎちゃったなんだろう、すげえダサい感じがするけど、早速マイタイを飲みすぎちゃってねいやもう本当に父マイタイ、父マイタイの順番で飲んだな今時そんな酒の飲み方する人いんのかね。ようやくね、家でカクテルが飲めるようになったからね便利な世の中になったよ。ようやく家で。またなんかちょっと時空を超越してんのかな、これ。もうバーなんか行かなくてもね、家でカクテルが楽しめるからね。もう20年ぐらい前から全然家で飲めるけどね、カクテル。うちにはね、シンガポールスリングが10本あるよなんだろう、この自慢にならない自慢は。なんだろう、これすげえかゆいんだけど。さあ、早速最初のコーナー行ってみよう。聞いてよ君。このコーナーは聞いてよ君で始まるメッセージをご紹介します。そして最後にメッセージを送ってくれた君に DJ 君が最高のポップス POPS、 逆からだと SPOP まあ、ややこしいやついらないんじゃないかな、この人。なんで無駄なトークが多いんだろう、この DJ は。 POPS まだやってるよ。うわ、うっざ、かっこ悪、ダサ。じゃあ早速紹介するよ。これはラジオネーム蓮田のラスカルからいただきました。聞いてよ君。メッシがバロンドール取ったね。君が好きなサッカー選手は誰？メッシ知らねえのかな、やっぱ。誰じゃないよね、今世界中で一番も有名なサッカー選手なのに。 DJ 君が尊敬しているサッカー選手は鎌本さんおうわ、まあ尊敬には値すると思うけど。続いて、うわ、これで終わりなんだこのメール。ラジオネームデイクリームアメーバ、ハガキでもらったよ嬉しそうだな。なんでこの人ハガキだとこんな嬉しそうなんだろうハガキサウンドわざわざハガキサウンドすげえノリノリだな。なんだろう、このハガキ好きな感じ。聞いてよ君、この前の DJ キミーの新春スペシャル最高でした。どうもありがとう。そんなやってたっけ、俺聞かなかったな。24時間やったねそんなにやったんだ、24時間スペシャル。ところでキミーはお正月で余った餅はどうしてますか？うん、来年のために取ってやるよ1年間取っとくの、この人。もちろん。それ大丈夫なのかな。もちろん来年用に備蓄している何がもちろんなのか全然わかんないすげえ自慢げに言ってたけどさ、餅だけにね今の餅だけにの意味が全然わかんないんだけど。なんだって今の。ラジオネームどうぞどうぞ2015、聞いてよ君、気がつけば久しぶりの投稿じゃありませんか。最新話を戻して、またまたビッグカップルが誕生しましたね。そう、桃江ちゃんと三浦友和さんですいつのハガキだよ。桃江ちゃんは引退してしまい残念ですが、桃江ちゃんの幸せは僕の幸せ、三浦さんと末永くお幸せに。僕の中で山口桃江は永遠に不滅ですOK、 気持ちはよく分かってるよ。最高だね
あれ何にも言ってない、何にも言ってないよ今のメールに対して。え、最高だねって何の話。続いてラジオネームバブ1号、聞いてよ君で、デイゴさんと北川景子さんが結婚するそうですね。あれ今のダイゴのことかな。デイゴっていうのはきっとダイゴのことだよねこれね。二人とも幸せそうで羨ましいな。何より二人揃って結婚会見をして正解だった。最近は味気ない言葉だけの報告が多かったから、福山さんも同じように会見したらよかったのに。 DJ 君は誰と結婚したいですか。これ誰の話なの。何なのね、この生放送でやってるって言ってるはずなんだけど、なんで三浦友和と山口百恵の話題はすげえ食いつくのに、大悟さんと北川景子さんの話知らないのかな、この人。ちょっと DJ 君わかんないからご立腹。いやいや、そんなのラジオ聞いてるリスナーの方がご立腹だろ。まあ一応聞いてる君のコーナーだから一応聞くけどね。すげえ上からだ。続いてはまたハガキ、ハガキサウンド。ハガキの音別に全然聞かせなくていいよ。ラジオネーム心はエメラルド、聞いてよ君。大掃除をしてたら昔思い切って買った見えるラジオが出てきました。うわ懐かしい。見えラジ君っていうゆるキャラも確かにいましたよね。懐かしいです。君は何か思い出して買ったものはありますか、教えてください。何か思い出に残る買い物はありますか、教えてください。ない。え、終わり、終わりなのこのラジオ DJ。 なんかさ、はい、あの今のメッセージに対してなんか自分の話をしてこうリスナーとのコミュニケーションを取るみたいな、そういうラジオの基本みたいの一切ないのこの番組。何なんだこれ。続いてラジオネームマリモのマシンガン、聞いてよ君。いつも放送楽しみにしています。最近お腹の調子が悪いので健康のためにヨーグルトを食べることにしました。流行りのカスピ海ヨーグルト。君は何か健康に気をつけて食べているもの、食べ物ありますか。カスピ海ヨーグルトってなんだい。俺もう相当昔に流行ったやつだけど、なんだろうそれは、知らないのはなんだろう。 DJ 君のね台所には今何紅茶キノコがあるけど、ヨーグルトはないな。紅茶キノコとカスピ海ヨーグルト似たような時期じゃなかったっけ。でもDJ 君健康法はあるよ。他の健康法だけどね、やっぱり DJ 君ラジオで喋ってるから大きな声を出すこと、これが健康法なんだ。まあまあ体にはいいかもしれないけどね、大きい声で喋るのはね。大きい声を出すよ。そうそうだな、例えばお寺の境内とか公園みたいなとこに行ってドリャーって言うんだ。それただのヤバいやつじゃねえのかなこれ。ドリャーって大きな声を出せば気持ちがファーッと軽くなる。それが健康法なんだよ。ほう。ただねこれやるとね、鳩がびっくりして飛んでっちゃうんだよ。だろうね。せっかくね固まってるね鳩の群れがね、うわーって言うとこうブレイクしちゃうんだね。ほう。もううわーに俺のこのうわーって声にハートがブレイクしちゃう。これまたこの口調はまた無理やり曲紹介につなげる時のパターンのやつかな。これなんだ今日は。でも健康のために DJ 君やるよ。うらーにハートブレイク。というわけで DJ 君が君に送ったポップ POPS やからと SPOP。 今夜はチェッカーズでジュリアにハートブレイクデストロー。なんだよハートがブレイクって。ハートブレイクデストロー。こんな無理やりな曲紹介あるかな。さあ聞いてよ君では DJ 君に聞いてほしい君のメッセージをイエーオワイエージ募集しています。内容は何でもアキメールとおはがきで募集しています。メールはパソコン、スマホ、携帯ともにナックファイブのホームページにアクセス、ナオンエアかタイムテーブルにある君にポップス選んでください。おはがきの宛先は郵便番号 330-8579 ナクファイブ鬼玉聞いてよ君の係まで。これマジ。なんでそこまでハガキが好きなのか本当意味わかんないんだよな。ハガキさん。何ご機嫌でハガキの音をこんな聞かしてんだろう。さあこの後は君にパップスの名物コーナー君のカウンレロレロン。いやいや、カウンレロレロン。何かわかんない。なんでカンレロレロレロダウンってもう何のコーナーかわかんないよ。君が選んだ今週のヘッチュアート、君が選んだパップスはハタシュートや。やんねえじゃん。
Knack 5. Knack 5. The Nutty Radio Show. Onitama.いやー、ラジオの時間だ。いや、でもあれだな、これ昨日じゃなくてよかったな。昨日のこの時間だったらみんなスマスマ見ちゃって、あんな変なラジオ聞かねえもんな。さあ、じゃあ今日はラジオを聞こう。スイッチポチ。DJ キミのキミの耳を独り占め、 DJ キミです。DJ キミです。回を追うごとにすごいうざくなってくるよ、この DJ キミってやつ。 DJ キミです。なんだろう、なんか歌ってるけど、喋んないで歌ってるけど、なんだろう。さあ、そんなわけでね、 DJ キミね、本当にね、いつでも寒風摩擦は忘れないよ。うわ、また出た、どうでもいいオープニングトーク。やっぱりね、こんなに冷える夜はね、マッパになってタオルでゴシ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 。寒風摩擦体にいいと思うけど、この人の言い方がさ、全然そんな風に聞こえないんだよ。5-4-5-4ゴシゴシ。あれ、今の5-4って5-4-5-4-5-4-5-4かな。うわ、脱線、すげえ脱線し、分かりにくいし。うぜえ、脱線、なんだこいつ。さあ、あまり今日は中身がなかったけど、早速最初のコーナー行ってみよう。今日はって言ってる、聞いてよ君。中身ないのいつもだけどな、ダンカンこの野郎。最近ね、君このね、モノマネ、あのね、流行ってんだね。流行ってんだ、昔からみんなやってるけどな、ダンカンこの野郎。いや、これなんなら相当使い古されてるやつだけどな。いつかこのモノマネでスーパージョッキーに出ようと思ってる。いつか。スーパージョッキーもうとっくにない番組だけど、ね、スーパージョッキーって書いてあるあの白いギターね。欲しいんだ。多分もうないと思うんだけどな。絶対に手に入れてやるぜ、やるぜ。なんだろうこの決め、全然今週いつもにも増して全然意味わかんねえ。さあ、なんだこの番組。聞いてよ君で始まるメッセージをご紹介します。そして最後にメッセージを送ってくれた君に DJ 君が最後のマブロンレオン。もう何、最後のマブロン。この人さ、本当にいい加減ちょっと苦情を言った方がいいな、これ。まずはのっけからおはがき。ラジオネーム、なかなか、聞いてよ君。私は小学校6年生の女子だよ。この前友達と一緒にキミーのライブに行ったよ。キミーが女装して女の子になりきって歌ってたのが印象的だった。可愛かったな。その時にキミーがスヌーピーが好きって言ってたから、スヌーピー書いてみたよ。もっと上手にスヌーピーが書けるように頑張ります。またライブ行くね。キミー大好き。どうもありがとう。そんなライブやったんだ、 DJ キミーって。女装して何、そんなのやんのこの人。なかなかいいよスヌーピー。屋根の上にスヌーピーが寝ている絵を描いてくれたんだけど、完全に屋根にめり込んでいる。それは言わなくていいやつじゃないのかな。それが気に入った。すごい、きっとでもすごい可愛い絵なんだろうな。あ、そういうのは確かにあれだね、ハガキでもらえるといいかもしれないね。続いてこれはラジオネーム、おかしら。聞いてよ君、今日すごく寒くない？もう寒くて寒くて、最近出たユニクロのヒートテックというやつでしのいでいます。これあったかくていいよね。君もヒートテック着ていますか？あれ、これまた知らないって言って終わるパターンかな、これ。これ何、やっぱそうだね、ヒートテック多分知らないもんね、この人ね。これヒートテックで合ってるのかな。ヒートテック全然違うものになっちゃうね、ヒッテーだと。ユニクロってなんだ。あれ、ユニクロもかよ。ヒッテックあ、きっとあれだね。僕知ってるよ DJ 君。あ、知ってんだ、すごい。ようやく最近のもの知ってるって話になった。今ヨーロッパチャートで大人気だよね。はユニクロのヒッテック。は大ヒット。ヨーロッパチャートだ。ユニクロおめでとう。
もはやもう全然何のことか分かんないんだけど、何かにかけてもいないな今ユニクロの筆蹄は。ラジオネーム北の丸丸、聞いてよ君、おととい初めて乃木坂46の握手会に行ってきました。メンバーみんな可愛くてよりファンになって帰ってきました。ところでキミーにとってね、憧れのアイドルって誰ですか？そうだね、キミーね、最近すごく気になってるアイドルがいるんだ。最近ね、最近すごく気になってるアイドルがいるんだ。誰だろうこの人の最近の気になるアイドルって。デビューしたてだと思うんだけど、嵐。デビューしたてでは全然ないな。嵐ってあの嵐のことだよね、他にいないよね。最高だよね。最高だけどベテランだね。でも実はね DJ 君、これでもベテランラジオ DJ だから、実は嵐にも何人か会ったことがあるんだね。デビューしたてなのにすごいな。まあチラッとだけどね。チラッとラジオ局でチラッと見かけたね。それは会ったことあるって言わないね、見かけた話だなそれ。でも彼ら元気いっぱいだけど、でも本当に繊細でとってもいい音楽を作るよね。まあね、そりゃもう国民的アイドルだからね。ぜひね、ぜひもっともっとラジオ DJ として頑張って、嵐の素顔を見たい。あれこれまさかと思うけど、あれこれまさかと思うけど、曲紹介のやつかなこれ。あれアイドルとしての嵐も大好き、はあ、だけどできればね嵐の、あれこれもしかして嵐の話してるけど、スマップの嫁さんの曲のことかな。嵐の素顔を知りたいな。 DJ キミが君に送るポップス、今夜は工藤静香で嵐の素顔でした。その嵐のことを歌ってるわけじゃないんだけどな、この曲。さあ聞いてよ君では、 DJ 君に聞いてほしい君のメッセージ場所。なんだこれ、なんだこれ、全然キャラ違うし。ないよ何でもきれるとはがきでもず、これまた酔いとま系な感じなのかな、何なんだろうな今も。歌ってる、酔いとまけ歌ってる。なんだこれ、メールはパソコン、スマホ、携帯ともに、キャラが随分変わっちゃったよ。なおやがタイムテーブルやる君に POPS 選んでください。もう全然意味わかんないよ、こんなに自由でいいのこの番組は。宛先は、ね、郵便番号 330-8579 ナックファイブ、鬼玉聞いてよ君の係まで。おはがきはマジマジ。確かにイラストとか書いてあると、まあ嬉しいのは嬉しいかもしれないけどな。マジ。もういいんじゃないかな、もう分かってるよマジなのは。さあこの後は君にポップスの名物コーナー、君にカウントダウン。やんないし、やったことないし、君が選んだ今週のヘッドチップ。 いつもそれでジングル入って終わっちゃうし、この番組。君が選んだポップスは、Knack 5 The Nutty Radio Show. Onitama.